さあ来るだろ。お、またそういえば前回もそんなことしてたの。いていていてい、完全にゼロ K。 お前そんなの、そっか持ってたの、使ってた気がする。200にするやつ。おお、やるだな。見直したぜ。ダブルポンチャーでね。よし、いいね、いいね。あいつはこんなに持ってたと思わなかったんです。もっと、すぐ、へこたれると思ったんだけど。ここはもうダリル一人で任せるか。ダリルプラス、あの黒人にね、任せるという意味なんですが。基本はね、やっぱダリルがやってくれないと、どうしようもないので。さあ、ここは先に。彼女に移動させてからの、やってくれ。78% 悪くないな。悪くないぜ。ええ、そんなバカな。なんてやつだ。なんてスピードを持っている。確かにこいつ、やっぱりパンチなんだな。近づきさえしなければ怖くはないと。あ、近づくとやばい。そんな敵か。だったらもう、撃っていくか。こういうのでも当てとかないと。どうせ、弾もあるし。この調子だったら。さすが大将機、早いな。こいつ早いぞ。なんてやつだ。当たんねえ。なんてやつだ。当たらねえ。当たらねえか。うわ、右から来てんな。あれは怖い。一網打尽にされかねない。スピード。外せ。足を取れ。OK。今はいけないな。今行ったら、取られる。取られる可能性がある。とりあえず、ボディさえ隠させときゃ、死ぬことないからな。ボディだけ隠させておきましょう。パンチ打ってくるか、やっぱり。怖えな。当たるんだな。いいか。おっ、頑張って頑張って。いいね。逃げてみて。耐える。足は壊れたけど。ダブルポンチ来た。ほらよ、ほらよ。いいね。いい音聞いちゃったよ。撃ってくる。のっ。あぶね。今の危なくなかった？死にかけた。あぶね。あぶね。あと2発。耐えれるか？よし、まずは、こいつを倒し。あと1体さえ倒せば問題はない。まあ、そこで張るか。それはいいとして。エピックス燃やせ。うわ。エピックス燃やせ。ダメだ。当たったよし。片手は取ったぞ。ちょっとダブルパンチとか持ってたんだっけ？あ、持ってるね。持ってるけど、もうこれでダブルパンチの発動条件を満たしているので、できるだけ近くから撃ちたいけども、遠くに離れないと、こっちが当たるね。まあ、どっちにしろ当たるっちゃ当たるんだけどね。こう上にやるか、これ。倒れるのに、当たれば倒れるのに。よし、敵対条件はほぼ沈黙している。ヒットポイント管理。やばいやつはこいつだけか。あいつはマジでやべえけど、ボディを回復させればなんとか生きながらえることはできる。さらに後ろに下げることで完全に離脱することは可能ですね。そして8なのでマシンが2回足を、よし、これもらったんじゃないか。オッケー、もらった。ち、USN よりゲリラの方が強いってのか。 USN 軍に混ざってるから、このゲリラ実は
よし、今のでよかったね。よしよし、これでノーダメージ。お、空にダブルポンチ出してる。乗ってきたね。しかもボディをボコボコにしやがった。これ乗ってきてるね。もう一発撃ってくれ。お前が殺せるやつは一人しかねえから。やっべ、やっべーでこれ。あいつが死にそうだ。下がるべきじゃなかったかなーと思うが、これで倒せれば問題ない。オッケー、よっしゃ、対戦金残り1人。200、500だから大丈夫、400だから大丈夫、300、100は絶対デッドライン、デッドラインだな。そしてこいつの弾数残り1発。待って待って、うわ、こっち行くよ。こっちから撃った方が幾分かもし、うん、一分1000超えてるし、なんなんだあいつ。お前よくやったぜ。もうそこで眠っていろ、お前たちは眠っていろ。まあ300あればまあ落ちないでしょう。さらにこの近さまで来たらおそらく狙われないはず。ということはデッドラインなのこの2人、同時にやるのは無理なので、当ててみせる。どこに建物に行ったよ。今橋が折れてしまった。どうしようもない。なんかここで耐えれば勝ちだ。どうだ、耐えた耐えた。よし、これでもう遠距離もない。勝った、これは勝ったな。という油断がやばいわけですが、そんなに行く必要はない。パンチはね、確かに威力は高いんですが、パンチでそうそう落とされるもんではないんでね。パンチだけだったらね、まあ、せめてなんかそのロッドとかね、ナックルも結構強いやつが装備されると確かにダブルパンチとかだと死んじゃう可能性は高いんですけども、そういうんじゃないかね。 こいつは少なくとも守兵層はどっちかというと下口なんで、そうなると重量的になんかいい感じにならないというか。よし、左腕復活。腕打てる、あいつもパンチが打てるぜ。近づいて打って、2発。そしてさらにリンクからの一発でね。いけるんだぜ。黙ってない。何？腕がぶっとれだ。これは修理費ひどいだろうな。まあしょうがねえ。逃げるって言ってたけど全滅したらあれだよね、終わるよね、おそらく。よしよし、これはダリルさん行きますか。あ、行けない、行けないね、ダリルさん行けないね。ダリルさんが行ったことでちょっと邪魔になったんじゃないかと思ったけど、大丈夫か。よし、もう一度来るわよ。そしてもう一発、オッケー、完全破壊、おもしたか。あ、クリアになったね。やっぱり2500も取られた。オッケー、長い戦いだった。敵は増援を呼んだみたいだな。このままここにいたんじゃ危ないぞ。仲間はあとどれくらいいる？仲間はもう全部脱出できた。俺たちも散らかるぞ。といってもこの攻撃じゃ身動き取れないが。ああ、こ
ここは俺に任せてくれ。死亡フラグ。カルボ、どうして脱出していないんだ。お前を置いて俺が先に逃げるわけにはいかん。先に行け。俺がおとりになる。になる。さあ、早く。しかし、ひどきか、お前。お前が死んだら、公正ベネズエラはバラバラだ。ここが正念場だぞ。待て、カルボ。お前、その生き方ちょっとないだろ。敵の弾幕が薄くなった。今のうちに行くぞ。盾になったわけか。しかし、カルボが。盾になってられる時間なんてそうそうないと思うけど、しっかりしろ。ここから先はお前が他の連中を助けなきゃいけないんだぞ。さこい。わかった。もう死んだみたいな顔してたやん。まあ、死ぬだろうけど。おでも一体倒してる。すげえこいつ。あれ俺が。逃げるんだカルボー。あ、言った。立ち止まるな、走れ。カルボーの死を無駄にするのか。ダリルさん、すげえ速攻で行ったな。避けていってる、ちゃんと。ミサイル撃たれてるよ。ミサイル命中率めっちゃ高いから。いやー強かったな。よし、セーブしよう。あ、変わった。ザオフトラ軍の更新が飛び交ってる。内容はわかる？パイプラインの爆破の犯人の追跡を指示している。犯人ってもしかして僕たちのこと？確実にはめられたな。これ以上ザオフトラの奥へ進むことは絶対に無理だ。逃げ道はあるのか？パイプラインで戻るのは無理だね。ザオフトラが警備を固めているようだ。ロバートにここまで来てもらうのも難しいし、ニコラエフまで行く。ニコラエフ？国会に出るのかい？でも船がないよ。あの町に私の叔父がいるのさ。船は持っていないが、貿易会社をやってる。なんとかなるかもしれない。そちらの方が敵も少なそうだしな。行ってみることにしよう。いいな、エルザ。ええ。お、話せる。今は手持ちの装備だけで切り抜けるしかない。こんなことになるなら、アリソン時間からイギリス軍の最新鋭装備を手配してもらうべきだったかな。これはもちろん冗談だが。いやいや、最初からしてくださいよ、それ。頼れるものがない。うん。ニコライフ島では結構な距離があるけど、敵と遭遇さえしなければ大丈夫だ。いや、するでしょ、それ。絶対するでしょ。こんな形であの町に行かなきゃならないなんてね。なんか思いがあるんですかね、おじさんとかと。とにかく準備ができたから、できたら一刻も早くここを離れよう。狙ってくるからな。うん。よし、じゃあパイロットセットアップからやっていきましょう。まずは操作スイッチが欲しいけども、マックスAP欲しいな。これやると取れなくなっちゃうかな。まあスイッチに取って、うーん、これで2個取るか。で、スイッチに4ポイント使う。4ポイント使うけど、タンクとスピード外して、スイッチの方にするかな。まあ、スイッチはね、それぐらいの価値はあるもんなんでね。ディフェンスの方に、もうファーミングして、1段階ずつやって、あと 2段階残っているんで、アタックのラトーナをリンクインし、彼もリンクインし、まあ、こんな感じでいきましょうか。で、ディードさんは、ビールさん、パーフェクトミサイル。これもいいかもな。スキル、スキルはあれじゃないか。こっちは、あ、これちもマックスなのか。で、あとは、もうスキル取って、パーフェクトミサイルでしょ？この辺いらないでしょ？色としてはこれ。200があれば、あればいいですが、こっち取こうか。で、パーフェクトミサイルからの、残り4。こう、こう、こうかな。で、アーミーズは、アーミーズはね、この辺のなんかリンクさせたらすごく上手くなるやつがありますけども、今まだこいつ自身がリンクさせるような立ち位置にないんだよね。あ、リピアプラスはいいかもしれないな。リピアプラス取って、スキルスロット取って、ディフェンドボディを取っとくか。これがあれば一応死にづらくはなる。リンクさせてもよかったけども、よし、これでまあより死にくくはなったでしょ。で、ラトーナさんね、
こう上げてもいいかな。上げるか、上げて、こう取るか。よし、で、ボッシュさんは、ディフェンスぐらいかな。だけど、上げるか、上げますか。上げて、マックス AP 上げて、ポイント欲しいけども、11しかないか。お、50か、0。これはいいかな。ディフェンス2でしょ？あと取れない。ディフェンス、3ポイントいる。2個外さないと、こっち外してもいいけど、こうするか。アラート。せっかくだから。よし、こうだけかな。シミュレーションも多分増えてるよね。増えてる気がするな。5かなんか増えてる気がするな。だけど、まあいいか。とりあえず、セーブしていきましょうか。国境付近から、ニコライフまで、お、一発で行けたね。はぁ、なんだか街に入るとほっとするな。で、おじさんってのはどこに？港だ、行こう。少し休んでいこうよ。休憩はおじのところで取れる。もう少し我慢するんだ。チェ、わかったよ。ここは変わってないね。懐かしいよ。君はザフトラの出身だったろ？おじのところには子供の頃よく遊びに来てたんだ。何もないところだけど、好きな街だ。おじさん。ラトーナ、驚いたな。どうしてここに？助けてほしいんだ。助ける？どういうことだ？それに、その人たちは？今所属しているタイの仲間だよ。何か事情がありそうだな。話を聞こう。なるほどな。EC の資源危機については聞いていたが、ザーフトラ軍がな。辛いな、ラトーナ。私は大丈夫。相変わらず強い子だ。いや、強がりと言うべきか。船の手配についてはいかがです？もちろん協力する。君たちの機材も後でここに運ばせよう。ありがとうございます。ただし、ただしばらく時間が必要だ。疲れているようだから休息を取りたまえ。ここで休んでもいいし、町へ出るのもいい。私はここで休ませてもらう。俺もだ。町に行くなら私が案内するよ。お。仲間とはうまくやっているようだな、ラトーナ。安心したよ。主力ですよ。さすがに疲れたよ。私ももう引退する年になったのかもしれんな。頑張ってるね、生涯現役。お腹が空いたな。パイプラインを出てから緊張して何も食べる気にならなかったから。今こそ食べるとき。死んでしまうぞ。しばらくはおじさんに任せて町まで出よう。食事ならいいところを知ってるよ。知っている。じゃあハーミーズも連れて行くべきなんじゃないか？やれやれ。とにかく今はぐっすりと眠りたいよ。さあじゃあ町まで行ってみましょう。いいところね、静かで。そう言うと聞こえはいいけどね。結局は寂れた街ってことさ。ウクライナ、モルドバ、そしてザーフトラ。この辺りの国は年々経済が悪化してる。ザーフトラは EC が資源輸入をストップしてから、ここよりもひどくなっている。だからって今回みたいなことをしていいってことにはならないよ。そんなことはあんたに言われなくてもわかってるんだよ。もうやめて、二人とも。私たちが争う必要なんてないわ。あ、悪かったよ。ごめん。今のは言葉が過ぎたな。アーミーズ。とりあえず後をつけられてる気配はないよ。無事、ザフトラを振り切れたみたいだ。いやいや、泳がされてるだけじゃんじゃないか、これ。この先にいい店がある。そこで食事にしよう。うん。これか、バー、キール。ここへは子供の頃、おじに連れられてよく来たんだ。バーに？子供の頃から酒場に？私が飲んでたんじゃないさ。おじがだよ。そりゃそうだ。ちょっとあんた、セルゲイの姪っ子じゃないかい？覚えててくれたのかい？ああ、もちろん。すっかり大人になっちまったな。セルゲイは元気かい？セルゲイはあんま来てないんだね、じゃあ。元気かいって、ここには来てないのか？あ、やっぱり。ああ、最近はね。あいつも大変なのさ。このところの不景気で仕事が減っちまってるからな。
それに最近はやばいことに手を、お?やばいこと?あ、いやいや、やめとこう。これ以上はプライバシーだ。おじさんもなんかちょっと陰りが見えてんじゃないの?セルゲイにも事情があるってことだ。優しくやしてやってくれ。優しくしてやってくれって。これ突き出されるんじゃないか、もしかしたら。港に珍しく東洋の船が入港しているようだ。どこの船かって?あいにくあの辺りの国には詳しくなくてね。そういえばさっきセルゲイさんを見かけたよ。一緒に東洋人の男がいたが、あ、逃げたやつじゃないのか、もしかして。なんか周りをキョロキョロ見渡したりして怪しげだったな。二人でセルゲイさんの事務所に入っていった。セルゲイさん怪しいな。確かに生活は苦しいけれど、でもこの街、この国を愛している人は大勢いるわ。私もその一人よ。昔と変わっていないって？そりゃそうだ。街が変わるためにはそこに住んでいる人間の生活に余裕がないとな。つまり、この街の人々の生活には余裕がないということだ。チャンスがあればどこかよその国へ行って働いてみたいわ。友達の何人かはそうしてるし。でも、結局ここに戻ってきちゃう人が多いのよね。なぜかしら。故郷だから。やっぱり。故郷というのはそういうもんだろう。お、お、こっちか。港へ移動ができるようになった。いきなり襲われるってことはないだろうけど、ガンツァーを街の外に置いてきちゃったからな。ガンツァーがないとなんだか不安だよ。まあ、もう少しこの街に留まっていたいけど、そうもいかないだろうね。早めにもう外に行かないと。セルゲイさんだわ。本当にいいものなんだろうな。出た、ちゃん。もちろん自信ありあり。あんたぐらいじゃないとこいつの価値はわからないと思ってわざわざ持ってきた。まあいい、見せてもらおう。こっちこっち。どこ行くんだろう。仕事でしょ?行ってくる。え?どうしたの?いきなり。なんか怪しいね。僕たちも行ってみよう。え?ええー、でも。早く、ラトーナが行っちゃうよ。そりゃあ、行かないと。早くラトーナが行っちゃうよ。それだけ?事務所へ移動、倉庫へ移動。事務所へ移動すると、あ。さっきセルゲイさんが来てもう少しで船の手配ができそうだと言っていた。何してるの?ラトーナの後を追ってみようよ。東洋人の男?ああ、さっき来たよ。あの男のトレーラーに大きな荷物とコンテナが積んであったな。あのコンテナ、ガンツァー用の装備を収めるためのものに見えたが?ガンツァーはすでにセルゲイさんがトレーラーを手配して港まで運び込んでくれたらしい。妙に手慣れている感じがするが、ありがたいことには違いないな。武器に手を出しているってことか。で、倉庫に行くと。ガンツァーだ。どうしたの?静かに。いつまで待たす気だ。もうすぐだからちょっと待つ。ほれ、よっと。ガンツァーだ。ほう、見たことのないガンツァーだな。どこの国のだ?これ、最初の。それはきっと USN。きっとじゃね。きっととはどういう意味だ。それはマニュアルがついていないんだよ、これ。だからはっきりとしないんだけど、きっと最新鋭で、まだ出回ってないやつだから、高く売れる。素性がわからんのではな。なーに。あんたなら簡単なことじゃないのか?今までもこの手の商品を大量に売りさばいてきたのに。大量にだって?聞こえちゃった。おじさん、武器の密輸をやっていたなんて。これは私の問題だ。お前には関係ない。どうして?それじゃあ、これじゃあ、今、ザフトラがやってることと同じじゃないか。国を出たお前にはわからないことだ。わかってる。わかってる。わかってるさ、何もかも。おじさんが困っていることも、ザフトラがあんなことをしている理由も。でも、私にそれを許せって言うのかい?
あなた？み？え？ Nobody. 私？私は関係ないよ。関係あるだろ。このガンツァをどこで手に入れたの？だからこれは、こいつはザフトラのガンツァだ。EC を襲撃したのと同じ方だよ。知らない。これは南米で拾っただけ。拾うかよ。南米？ん？お。来た。敵が。ザフトラ軍、どうしてここが分かったの？あんた、こいつを起動させた？え？ああ、もちろん、倉庫に運ぶときに。起動時に信号を発したんだ、きっと。壊される。また証拠隠滅される。何してるの？セルゲイさんを外に連れて行って。セルゲイさん、私たちの装備を。ここから2ブロック来た、7番倉庫に。2ブロック先だね。僕は先に行って準備しておくよ。みんなは事務所にいる連中を叩き起こしてきて。でもここから逃げるための船が、この人のがあるじゃないか。私の船？分かったわ。あなたも気をつけて。僕だってやるときはやるんだ、任せて。エルザ、ジード、ボッシュ、敵よ、急いで出撃を。どういうことなんだ？どうしてこんなに早く敵に追いつかれた？話は後だよ、ボッシュ。今、私たちには武器がいるんだ。そうだな、急ごう。遅いよ、エルザ。早くしないとガンツァーに乗る前にやられてしまう。おじさんたちは、先に船の方に。え、生身で突破するの？大丈夫、僕たちが奴と戦闘に入れば人間なんて相手にしないよ。ラトーナ。早く行って。ガンツァーショップがある。このタイミングでガンツァーショップがある。特にパワーアップしなかったんで、とりあえずここで一回切りましょう。そして、ここで、今回はこんなところで終わりにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。